はい、皆さんこんにちは。それじゃあ今日もハイライトを見ながら昨日の試合を振り返っていきましょう。で、今日はいい天気で観戦日和だったんじゃないでしょうかね。で、今回は才木が先発で2試合目の登板でしたね。前回も良かったんですが、今回はそれ以上にいいピッチングをしてくれましたね。これはでもね、ほんと次期エース候補。でも伊藤とかもいるのか。だからまだまだちょっと早いかな。なんで実績はね、まだないんでね。でも才能は抜群にあるんで、これから頑張ってほしいんですが。で、まあ昨日もね、大竹さんがめちゃくちゃ良かったし、先発も結構計算ができそうな投手がね、もう揃ってきてるんじゃないでしょうか。で、あと伊藤がまだ2軍で調整してるしね。ピッチャーに関しては、まあ楽しみしかないんですけどね。問題は、前から言ってますが、バッターがどうにかならないのか。今回は板山と木浪がスタメンでしたね。チャンスをものにしてレギュラーを奪えるのは誰なんでしょうか。結構コロコロ変わってるからね、最近ね。ここでチャンスをものにできたら、スタメンいけるかもね。1回の才木はね、ほんと完璧なスタートでしたよね。3者連続三振。これは気持ちいい。頼もしいよね。で、ここでこれまでと同じようにフォアボールを選んで、粘ってチャンスを作っていくんですがね、1回。これどうやったらタイムリー出るんですかね。呪われてんじゃないの？違うの？これ。誰かお祓いをしてあげてください。でもな、この才木の頑張りに、この一本でいいからね、一本でいいんだよね。出てたらもう、合ってるよね。こんな無駄に苦労しなくて済むんですがっていうのはまあ、それはヤクルトも同じか。いやー、でもマジで痺れるいい球投げてるよね。いい男だし。これどうなんすかね、女性人気高いんじゃないのこれ。どうなんだろう。野球選手の人気とか全然考えたことなかったんだけど、阪神の人気選手とかどっかでわかんのかなこれ。サトテルとか中野とかなんでしょうかね。まさか梶谷とかではないかな。いや、俺は好きだけどね。で、まあ、おっさんに好かれても意味ねえって感じなんですが、まあ、3回までで8奪三振。三振ショーを楽しんでいた時はね、これまだ良かったんだけど。で、近本は今日のヒットはこの3回の場面だけだったのかな。で、ここで1番、2番がきっちりチャンスを作って、で、ショートゴロでね、これ、ノイジーの、1点ってのが、まあ、この数試合の阪神の打線を物語ってるよね。マジでどうにかなってんだろ、これ。呪われてんじゃないの、本当に。まあ、それとは打って変わってね、投手陣。まあ、今日の才木は、ストレートがうなってましたね。まあでも、さすがにヤクルトの方も、ここら辺からチャンスを、作り出してきましたよね、やっぱりね。だけど、ヤクルトもなかなか一本が出ないっていう、阪神と同じ状態になってました。ってことは、やっぱりどっちもピッチャーがいいんだよね、これね。こんなんは何試合もしてたら岡田監督倒れんじゃないのこれ。大丈夫これ。延長2回目だよね。で、村上さんは、この3連戦できっちり抑えてたよね。あんまりいい打球なかったよね。そこら辺はやっぱりピッチングコーチがいろいろ考えてやってんだろうね。安藤が頑張ってんじゃないの。っていうか、村上がこれ暴れ出したらもう絶対勝てないからね。
まあでもね、たださすがにね、7回で、点取られちゃったのが惜しいんだけど、まあ十分なんじゃない？ 6 番の中村にヒットを打たれて、サンタナがフォアボールだっけ。で、その後代打川端選手でしたかね。ここを抑えれればな。きっちり打たれたよね。ここを抑えれたらもう、エースいけるよ、これ。けどまあ、まだ早かったね。まあでもね、この後は追加点あげなかったんで、十二分に役割を果たしたんじゃないでしょうか。お疲れ様でしたね。で、問題はさ、もう前々から言ってんだけど、打線なんだよね。ああ、でもそういえば、木浪がね、しっかりと3安打今日してたんで、これはしばらく木浪はレギュラースタメンいけんじゃない？小畠、木浪、ここ争ってね、頑張ってほしいよね。で、クリーンナップで一番期待できるのはやっぱり、ノイジー。まあでも大山も犠牲フライは打てるんだよね。いや、ヒットも打ってるよね。だからランナーいない時に打つんだよな。まあでも今日はノイジー、いいところはダメでしたね。1本打ってんだっけ？ヒットは打ってんだ。ヒットだっけ？どうだっけ？まあだからヤクルトの投手陣がやばいんだよな。阪神、投手陣いいなと思ってたけど、ヤクルトやばいよね。球の勢いがいいんだよな、これ。で、ヤクルトの投手陣、確か今日9人ぐらい投げてんだよね。確か全員投げたんだよね、12回で。先発でしょ？で、星、石山、清水、木澤、田口、小沢、山本、最後に大西だっけ。これで引き分け、まあでも負けないのが大事だよね。で、阪神の方はノーアウトでね、ランナーが結構出てたよね。何回出たんだろう。3、4回出てたんじゃない？で、これ8回で大山交代。ダイソー送られてたんだ。これ結果的にどうなったんですかね。これ別に怪我じゃないよね。点取りたいからだよね。12回まで大山がいたら、いやでもな、難しいか。まさか12回までとは思わないもんな。そんなこと言ってたら点取れないよね。で、サトテルはダメだと。これは長いこと続くかもしれないね。で、確か前にさ、30何打席ダメとかありましたよね。なかったっけ？それを考えたらまだまだマシなんですかね。この前ヒット打ったよね。いや、まあ、それと比べていいも悪いもダメなんだけどさ。だから結局勝てるチームっていうのはこういう感じになるんですかね。素晴らしい投手がいて、しっかり守って、あとは点が入ればラッキーみたいな。いや、でも、それでももう少し打つよね。ね、9回裏もさ、ノーアウトだよ、ノーアウト。木浪がさ、打って、お膳立て、こっから、小畠がバントして、ワンアウト2塁から近本がファーボールで、1、2塁かな？俺、さよなら準備万端でしょ、これ。中野。はい、ダメ。ノイジー。はい、ダメ。どうなっとんねん、これ。このままお互いね、最終的に投手総動員で、危ない場面がまあちょこちょことあったけど、お互い譲らずに。これもな、木浪頑張って出たんだけど、ワンアウトランナー二塁で代打糸原で、で、きっちりフォアボール選んで、
で、近本が登場なんだけどな。これはみんなこの前のさよなら思い出したんじゃない？いけそうな空気ちょっと出てたんだけどね。まさかの近本でダブルプレイ。これはなかなか見れないよね。うん。もうね、ほんと応援してた人、声枯れたんじゃないのこれ。マジでお疲れ様でした。はい。やる方もね、見る方も。疲れに疲れたヤクルト3連戦が終わりました。最後12回は梶谷が投げてましたが、うん、しっかり抑えてましたよね。フォアボールは出しましたが、まあ頑張って抑えました。いいヒゲしてました。あれさ、昔コントでさ、泥棒コントとかであんなヒゲしてたよね、みんなね。今はどうなのか知らんけど、なかなかいい顔してます、梶谷さんと。まあ、ヒゲの話はどうでもいいんで、今日の成績を軽く見ておきましょうか。で、系統の方は、才木7回やって、岩崎、湯浅。で、勝てるはずだったんですが、で、ここから石井挟んでんだよね。石井、ケラー、梶谷、蓮と。で、今日も石井さんは安定でしたね。うん。これはいいピッチャーですね。うん。まあ、他の投手もランナー出してたけど、最後はきっちり仕事をしてましたね。うん。ケラーのところがちょっとやばかったかな。あれギリギリだった気がするわ。調子のいい村上だったらやられてたかもしんない。あれね。なんで村上さんは、阪神以外で頑張ってください。応援してます。で、打線の方も見てみましょう。三振も多いけど、なんというか、つながらないよね。うん、木浪くんがオープン戦みたいにいいバッティングしてたのが、良かったかな、ぐらいでしょうか。だから、大山のあそこだよね、8回。ダイソー送らずにいたら、いや、でもな、それ言ってもしょうがないのか。こんなこと言ってたら取れる点も取れないしな、難しいよね。じゃあ一応ヤクルトの方も貼っておきます。うん。ヤクルトも苦しんでたね。うん。これはお互い投手陣がお見事でしたと。拍手するしかないんじゃないでしょうか。んじゃあそれでは、大輝くんのコメントが上がってたので紹介しておきましょう。何度かあったピンチも切り抜けて、回を重ねても力強いボールを投げることができていた。調子自体も良かったんだけど、カウント負けしてしまい、失点を許してしまった7回の投球が悔しい。ぐぬぬぬぬっていうことで。いやーでも抜群の投球でしたよね。まあ、あそこ7回までピシャッといっちゃったら、まあ、エースだよ。看板になるよ、看板に。看板スターになれるんで。頑張ってね。で、岡田監督のコメントもあったんで見ておきましょうか。リリーフ陣が粘りましたねと。まあな、まあ、なんとも言えんよな、ほんま。打線は決定打がない。初回からやからな、結局な、三振は何も起きんもんな、ボテボテでも打てと思うけど。サトテルの状態は見ての通りよ。そら、結果が出ないんやからさ。タイミングを取るのが遅い。いや、もうそれはずっとよ。ずっと言いつつ続けていることやから、渡辺がいないんよ。それだけよ。ちょうど熱が出て。うん。渡辺がいたら外してもおかしくない。そら打てんかったら外すよ。しゃあない。というわけで、どうやら渡辺さんが万全の状態なら、やっぱりサトテルは下げられるみたいですね。さすがに今の状態でずっとは出せないか。うん。まあ頑張れサトテル。熱出してる場合じゃないだろ渡辺ってことで。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。